時刻は15時を回りました。桜庭あゆみの歌くらの時間です。この後15時30分まで FM ギノワンのスタジオより生放送でお届けいたします。コメントやメッセージもお待ちしております。早速ねメッセージもいただいておりますけれども、ちょうどあさってから私はですね東京神奈川の方に行きますけれどもね、ライブにねお越しくださる方からあさって楽しみと言っていただけて嬉しいなと思っております。そしてね朝からお店に行こうかな、でも閉まってるねって冗談もねいただきましたけれども、実は私もあの木曜日まではですね、あの前日明日か明日まではですねあの演奏の仕事が入っているので、あの金曜日の午前中の便でですね私も東京に行くので、私もいません朝はとか言ってはい。そして武蔵様、はい、大こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。そしてね今週はまあ雨の感じがしますけれどもね、まあそんな雨の日でもなんだか元気になれる曲をはいご紹介してまいりたいと思います。作曲じゃない早速です早速ではありますが聞いてまいりたいと思います。私のね大好きな先週もご紹介したザ・フェーレの333をお届けしてまいりたいと思います。はい、一件メールが来てますね。はい、いつもの方ですね。はい、調べられたりしますか？大丈夫、はい、はい、今ねメッセージいただいておりますけれども、島唄カーニバルさんはですね結構何回か伺っていて、あさってやるコンビ歌会も実は3回目かな、3回目で、あと他にも又吉優さんともね伺わせていただいたりしてるので、なんだかんだ4回とか4、5回行ってるかなと思います。そしてねあさってしあさってもありますけれども、また7月にもですね東京神奈川でライブを予定していて、島唄カーニバルさんは7月も伺う予定です。とっても楽しみです。はい、そしてねあかりもお疲れ様ですと、はい、あかりが頑張ってミキサーに入ってくれてます、そうですね、新大久保といえば本当に多国籍な感じで、私も以前ですね泊まった時は余裕があったので韓国料理屋さんに行って、でも韓国料理とネパール料理が置いてて迷った挙句ネパールのカレーにしたんですけど、したりとか、あとあれですねアイヌ料理のお店もあったりとかしてとっても気になってるんですけど、はい、でも早い時間にねちょっと散策してなんか一品とか食べていらしても面白いかもしれないですね。多国籍プラス沖縄を感じる夜みたいなちなみに上原翔吉さんの、はい、母の思いはなくて赤バンタならあります、はい、どうしようかな、メッセージだけ紹介してありますか？そうですね、私の方からちょっと簡単にちょっと抜粋して読みましょうかね。そうですね、なんかね、はい、お届けいたしました。本当にねこう雨の日だからこそなんかこのね別にこう太陽太陽太陽って言ってるわけじゃないんですけれども、
ちょっとかけながらね、お届けしてまいりました。はい、やっぱりね、音楽聴くと元気になるなと思っておりますけれども、はい、皆さんいかがだったでしょうか。そしてメールもいただいておりますのでね、ご紹介してまいりましょうかね。はい、こんにちは、雨ですねというふうにね、伺ってあります。そしてね、毎週ね、結構ね、メッセージいただいて嬉しいなと思っておりますけれども、さやのお母様、旅立って2ヶ月ということでね、メールいただいてからね、ああ、もう2ヶ月も経つんだなと思っておりますけれども、はい、リクエストで上原誠吉先生のね、母の思いいただいているんですけど、ちょっとこちらですね、先ほど探したんですけれども見つからなくって、またね、私の方でも探してみたいと思いますけれども、はい、そしてね、母の思いというね、こうリクエストでしたけれども、実はもう話が少し逸れてしまうんですけれども、まあ、7月3日が実は私の母の命日にあたるんですけれども、あ、まあ、もうだいぶ前でありますけれどもね、まあ、その日にですね、実は私が今音楽、私が出している音源に合わせて映像を依頼していて、その映像をね、7月3日になんか母の命日にかけてね、ちょっと子守歌なので配信できるようにという準備をしているところなので、なんかね、こうやっぱり亡くなってからもやっぱりね、愛情はいただいてるなと思うので、その日を公開できるように頑張っているところでございます。はい、しかし私 YouTube とか SNS 比較的疎い方でですね、コロナ禍の時に友人に、あ、やれやれって言われて、インスタとかも、うん、でも やり方わからないなって言いながら、でも後からだったら絶対やらないから今やりなさいって言われて始めたりとか、 YouTube も全然アップしてないですけど、はい、インスタは頑張ってるんですけれどもね、全然更新をしてない YouTube でありますけれども、でもね、少しずつでも更新しようと思って2年ぶりくらいに多分投稿する予定でございますので、もしね、あ、見てみたいな、応援したいなっていう方はね、YouTube の方も検索していただけたら嬉しいなと思います。以前バンスリーフルートっていうインドのね、フルートの方との音源なんかもね、公開しているので、よかったら見てみてください。はい、またね、リクエストいただいた曲も探してみますね。もしかしたら私のお家の方にはね、あるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そしてね、先週日曜日といえば、ハーレーハーリー各地でね、開催されていたようですけれども、まあ、行ってないですよね、きっとね、お仕事だからね。そうですね、ちょっと、はい、仕事あったので行けてないですけどでもみんなのこの、それこそ SNS で、はいはい、映像を見たりとか。そうですよね、盛り上がってる様子が見えましたよね。はい、私もですね、夜が仕事だったのでちょっとね、日中行けなかったんですけれども、その日の夜がちょうど日曜日で、普段はその糸満のみよばお休みなんですけれども、まあ、ハーレーが開催されるということでオープンをしてですね、まあ、その時にやっぱり寄ってくださった方とかがもうの遠くからですね、よっぽど盛り上がったんだなと思って、こどこのチームが勝ったよ、あんたそんなこと言わないって他のチームの人は言ったりとか終わってからもなんか熱意冷めやらずの感じの糸満を感じてですね、本当に地域の方にとって大事なお祭りだななんていうふうにね、思っております。そしてメッセージもね、ありがとうございます。カークボーイさん、今日こっちにね、スタジオにお越しくださる予定だったのかなうっかり寝てしまったってね、また雨だったりとかね、気圧によってね、体がちょっと疲れたりすることもありますからね、無理せずにね、過ごしてくださいね。はい、そしてね、ハーレー、いろんな針ね、ありまして、あれですね、私は見たことないんです、転覆のね、転覆のやつ見てみたいなと思うんですけれども、転覆させて、はい、そこから乗って水をかき出してからまた漕ぎ出すっていう、そんなのあるんですか。あるんですよ。知らなかった。あるんです、あるんです。で、話は聞いてるし、実際にやった方からも話は聞いてるんですけど、なかなか見る機会がなくって、これは私もまだ見たことがないっていうね、ものがあります。そして、まあ、先ほど糸満の民謡場の話しましたけれども、糸満の民謡場かなさにはですね、いろんな演者さんがいらっしゃいますけれども、その中のお一人、吉田康則さんという方、ノーリーさんという方がですね、ノーリーさんすごいんですよ、 YouTubeがですね、もうやがて3000人突破ということで、そして5000人突破したらマラソン走るって言って、今からマラソン頑張ってるみたいです。あ、なるほど、準備万端、準備万端なので、私の多分ね、
あの YouTube 多分100人もいかないはずで、もう全然投稿してないからでも毛利さんと地道にいろんな、うん、本当に発信されていて、もう3000人ってすごいなと思うんですけれども、ぜひぜひ毛利さんにマラソンを走らせようということで皆さんもあの登録されてください。でもね、本当にマラソンとかも急にできることじゃないですからね、うん、今からされてるのはすごいなと思っております。はい、そしてね、ワハーリーの情報もね、ありがとうございます。まあ、イトマンワハーレーって言いますけれどもね、私の知り合いは女村の方でですね、ハーリーに乗ってきたみたいなんですよ、うん、初めてあの地元の方に混ざって、うん、で、あの動画を見せてもらって、あ、上手ね、こぐの上手ねって言いながら見てたんですけれども、あの横を通り過ぎる船がですね、速すぎて、どんだけ私友達の船は安全運転だったんだと思いながらね、やっぱりあの日頃から訓練してる消防団とか、あとね、基地の方たちかな、自衛隊の方たちとかとっても速いみたいで、もうすごい迫力だなと思いました。ね、ぜひ私もまた見に行きたいななんていうふうにね思っております。はい会いたい皆さん、メッセージなどありがとうございます。そういえば、まあ、マラソンの話に戻りますけど、マラソンとかやったことありますか？私走るの大嫌いで。私と同じさ。一緒ですか？はい、でもマラソンってすごい小学生の時から苦痛でしたけど、あゆみさんも昔から苦手ですか？はい、そうですね、私あの小学校5年生くらいまでは、なんだろう、100人以上は一学年にいる中で10位には入ってたんですよ、マラソン大会で。すごい、あの身軽だったんですけど、小学校6年生くらいになってから、うん、なんか急に体が重くなってちょっと残ったんだはずねなんかあの多分11位とかその12位とかなんか微妙で、うんうん、あの急に体の変化を感じたのを覚えてます。か昔は身軽だから結構運動は好きだったんですよ、うん、男の子に混じって、うん、あの混ざってあのサッカーやったりとか結構好きだったんですけど、年齢がね、年齢重ねるっていう方じゃないんですけど、小学校高学年から中学生に上がるにつれて、なんか体が重たいなって思ってましたいやもう私怠け者すぎて、はい、全般苦手でしたであと目的がないと私走らないっていうのもあって、うんうん、例えば本当もう何も交通手段がありません、あの人に会いに行かなければなりませんとかないと思うんですけど、そういうのがあれば頑張って走るんですけど、なんか理由がないのに走るのなんでかねみたいな確かにすごい、でもその理由ロマンチックでいいです ね、なんかそういうのだったら頑張るんだと思いますね、皆さんもね、でも多分人生の中でね、一度いや二度はね絶対学校とかでやってるんじゃないかなと思いますけれどもね、マラソンもね、皆さん経験があるんじゃないでしょうか。私はね、大人になってからは走ることはきっとあまり、あの走るね、数キロ走るとかあっても42キロとかね、フルマラソンは走らないと思いますでもノリさんはやるんですよね、はい、5000人達成したら、はい、皆さんの登録にかかっておりますのでよろしくお願いします。はい、はい、でもね、何にせよこう物事を続けてやっぱりこうファンを増やしていってるノーリーさんって素晴らしいなと本当にね思う次第でございます。そしてあのノーリーさんといえば本当にいろんな曲のリクエストにもですね、あの答えられていて、その姿を隣で見て、はあ、私もあの何でもじゃないけれどもできる限り本当にリクエストにお応えしていきたいなっていうふうにね思って頑張っているところでございます。はい、ね、ヨンタクも尽きないところではございますけれども、次の曲もご紹介してやりたいなと思っております。次の曲ではですね、あの以前何度かあのこの曲の話題にはなっているんですけれども、まあ宜野湾普天間かな、あの民謡スナックをね、あの運営されている金城恵子さんでございますけれども、本当に艶のある歌声が印象的で、本当に、ね、どの曲を聴いてもなんだか、なんだろうな、心のなんか丁寧さとか なんていうのかな、本当になんか艶があるな、素敵だなと思う歌手さんでありますけれども、はい、その金城恵子さんの少しお色気のある歌をお届けしてまいりたいと思います。あ、違う歌をご用意しておりましたはい、今準備中ですね。はい、そうですね、ゴールでね誰かが応援してくれたら
頑張れるかもしれないですね。はい、でも私は頑張れないかもしれないな。あまり、そうですね、本当もうあれ本当に自分との戦いってよく言ったもんです ね、 ね、すごいですよね、うんうん、なか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 できないな、うんうん、や山登りとか好きなんですけどね、あの綺麗、あのなんだろう、ね、景色見たりとか、うんうん、そういうの好きなんだけど平坦な道を走るってことがなかなかできないかもしれない、うんうん、そうですね。あでもなんか、はい、あれですよね、マラソンは苦手ですけど短距離走は好きでした。うん、はい、あのリレーとかはすごい好きです。そうそう、なのでなんかすごいあのハードルの選手とかやってました。ああ、じゃあ瞬発力がいいのかな、ね、なんかすぐパーって勝負が決まるの早くて、はいはいはい、ちょっとしか疲れないし、うん、で足もちょっとだけ速い方だったから、うん、それは好きでした。短距離走もいいですね、うんうん、私短距離走はバーンの音がダメで。ああそうなんですね。私あれで遅れを取るんですよね。ああ、入れだったら2番手3番手とか、あの、うん、バトンをキャッチする側だったら結構頑張れるんですけど、うんうん、すごい優しい理由なんかちょっとどうなのっていう感じで、バーンがどうしても昔からダメで、うん、あのドキドキするんですよ。そっか、スポーツ、スポーツ何が得意だったりするんですかね。あ私、スポーツは昔得意だ、昔は結構運動神経まあまあある方だったんです。最近やってないから。そうなんだ。でもなんか、なんだろう、あれがダメですね。あの例えばバスケとかで威嚇されたりすると結構ビビるタイプだから、なんか、なんだろうな、ザ・戦いみたいなのが結構苦手なんだはずですね。平和だ。ちょっとね、あんまりいいかはどうかは別として、なんかそういう系苦手で、ドッジボールとかも、こう、当てられるって、あの、敵意を向けられた瞬間にもゾッとするみたいな。怖い怖いみたいな。そしてこの曲面白いです。面白いですよね。いいですね。はい。あ、そしてノーリーさん。ノーリーさんっていうのは何だろう。遅刻しないで頑張ってるよってことかな。暁で出る。赤乳デビルっていうね、本当にあの、昔からある番組ね、ラジオ番組をね、やってますけれどもね。ノリさん、日曜日頑張って演奏してたから、月曜日遅れてないかな、大丈夫かな。はい。面白いですよね、これ。本当ですね。金城恵子さん。はい。はい、金城恵子さんで、我が若いをお届けいたしました。本当にね、なんかこの、なんだろう、なかなか出せない色気っていうかね、なんか素晴らしいなと思ってるんですけれども、またね、生歌も聴きに行きたいなぁ、なんていうふうにね、思っております。はい、そして今ね、スポーツの話題なんかも出てますけれどもね、まあ、雨の日といえばなかなかね、外に出て体を動かすことできませんけれどもね、何か皆さんこうね、体使ったりしてますかね。もう大人になって運動ってしますか。はい、私はあの昨年度ちょっと体調を崩したことがあって、はい、その時に私もあのなんていうのかな、低血圧だってちょっと血流が悪いのかなと思って、うん、そこからあのヨガをあの週1とかぐらいなんですけど、今はヨガをようやく大人になってから始めるようになりましたね。ヨガですか。でもヨガって言ってもちょっと多分スポーツというかで、なんかその、まあ、楽しむことがメインのね、ヨガにはなってるんですけれども、うん、やっぱり体を動かすと、なんか意識して動かすと、うん、あ、なんかいいなその、やっぱり固まってるところがほぐれるななんていうのをね、思っているところですけれども、うん、そしてね、ドッジボールなどね、話題で盛り上がってますけれども、私実はドッジボール本当に子供の頃が苦手で、うん、なんでこんなボール当てられなきゃいけないんだろうって思いながら、しかも私逃げるのが上手で、残っちゃうんですよ、最後まで。もうやめてみたいな。なあ、もう一人になっちゃったみたいな。しかもキャッチがなかなかできないから、うん、あのこぼれ球を味方に拾ってもらうしかなくて、もうどうしようどうしようみたいなことをね、やってましたよ。そうなんですね。多分逃げるのは上手だったっていうか、まあ取らないからぶつからないみたいなのがねありましたね。もう外野大好きみたいな子でしたけれども。はい、でもね、ドッジボールもね、あの今なんかドッジボールじゃなくてフリスビーのなんかドッジボールバージョンもあるみたいに聞いたことがあるんですけど、ちょっとね曖昧なんですけれども、なんかあの
最近の子供から聞きました。大人な。でもフリスビーなら避けれそうですね。うん、避けられますよね。で当たったら逆にすごい痛いと思うんだけど。痛そうですね。ちょっと。はい。ねえ、まあ、そしてね、ゆんたくしていたら本当にあっという間に本当時間が過ぎてますけれども、はい、じゃあ本日最後の曲はですね、あのコンピューターの中からお届けしてまいりたいと思います。男女の心浮き立つような猫、姿が目に浮かぶような村足。カバゴンさん、ドッジボール最後まで逃げて、私と同じさ、同じあれも、あ、何、一人しか残らないとさ、狙われるの自分じゃない。そうですよ。もうどうしても、嫌だから早く当たりたいんだけど、当たるのも怖いみたいな。だって、そうですよね。だってこの強い子がもう任されますもんね。そう、上に上がる。そう、残り人数少なくなっていくと、やっぱ強い子にボール行って、その子が投げるって一番怖いんですよ。もう、なんか嫌だった、本当に。大変だ。そう、なんか、でも、うん、私は好きでした、ドッジボール。楽しいではありますよね。うん、あの楽しいゲームなんだろうなと旗から見てる分には思うんですけど、私ボール取りたすぎてしょっちゅうアウトになってます。かわいい。うわあ。そうか、それ頑張る勇気があることが多分当てられるんですよ、すぐに。そうそうそう、私早々にリタイア、痛くない外野にいました。変わってあげたいですよ。そう、変わってほしかった。私外野行きたいのにみたいな。小学校の頃に出会えばよかった。本当に初めから外野をやりたくても嫌だから、うんうん、で元外野って戻らなきゃいけないじゃないですか、中に。あ、そうなんですか。え、私がいた時は、うん、元初めの外野、うん、とゲームスタートの時の外野は、うん、なんかのタイミングで中に戻らなきゃいけなくて、コアルールですね。なんか後半戦入んなきゃいけなかった気がする。え、もう私外野はもうなんかあれだと思ってた、専属の人たちだと思ってました。あれ、勘違いかな。私たちの小学校はそうでした、ね、あ、ちょっと勘違いかもしれない。 あると思いますよ、学校ごとの。ねえ。そうですね、もうあっという間にこんな時間が、はい、あ、もうあっという間ですね、うん、そうですよね。子どもの頃にね、でも小学校とかでやっぱり何かしらスポーツ皆さん経験がね、うんうん、あるんじゃないかなと思いますけれどもね、はい。あと何かな、幼稚園の頃、うんうん、鉄棒で空中逆上がりをすごい練習してくる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 回ってましたね。今はちょっと体が重くてつらい。うんうんうん、はい。あ、そうですよね、最初の外野は誰か当てられたら交代みたいな感じで中入んなきゃいけないんですよ。そうなんだ。だから初めはラッキーなんだけど、私的には嬉しいんだけど、うんうん、後半で戻らないといけないってね。なるほどなるほど。そうね、逆上がりとかもみんなそう必須でやりましたよね、きっとね。逆上がりは得意でしたね。逆上がりできないな。本当なんかバスケとかで私が怖くてこう逃げちゃったり、逃げるとかなんかちょっとうってなんか一歩引いちゃうみたいで、先生にすごい本気でやりなさいって怒られてました。怖いよ。いや、本気なんだけど怖いんだよなんかみたいな。そういう向き不向きありますからね。なんで多分向いてないはずみたいな。うんうん。結構早い方もいますよね。もう本当に向き不向きとかいろいろありますからね。はい、村足日お届けいたしました。今ねスポーツの話題でも盛り上がってますけれども、皆さんね、大人になってからはやっぱり続けてる方とね、もう今は運動してないよって方いますけれども、やっぱり子供の頃に何かしらはね経験があるんじゃないかなと思っております。はい、私自慢ではないですけれども、自慢ですけれども保育園の頃に空中逆上がりができてくる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 ね回ってたのをよく覚えてます。今考えるとね、あ、比較的運動神経、子供の頃、ちっちゃい頃は良かったんだなっていうね。今はできません。そしてね、中学校、逆上がりができたのがね、中学校でできたんだよとか、いろんなエピソードもね、はい、いただいております。あっという間のお時間ですね。はい、そして今週末はですね、東京、神奈川へ行きます。あさって金曜日は、新大久保の島唄カーニバルさんにて、
コンピューターをメインとした男女の掛け合いの歌をお届けいたします。そして6月15日土曜日は上僕じゃないです、館内です。神奈川県の館内の沖縄ダイニングかりゆしさんにて琉球古典音楽と沖縄の民謡をお届けしてまいります。はい、ぜひね、土曜日の方はですねもう満席になっているんですけれども、14日金曜日少しお席ご用意できますので、ああ仕事終わるか分からなかったんだけど行きたいなという方がいらっしゃいましたらね、ぜひ遊びにいらしてください。はい、そしてねまた来週も生放送の予定ですので、コメントやメッセージもお待ちしております。リクエストいただいた曲も探しておきます。皆さんどうぞ良い1週間を。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもギリギリで終わりよかった、ちょっと焦りました。一応見ててどこまで話そうと思いながら。じゃあ終了します、はい、ありがとうございました。